ないな、ウッドキューブ。しかし、なんで金庫にしまってあるものがなくなるかね。ま、見つけたら金一封なんだし、それはそれで俺は嬉しいけどね。さっき参謀が一つ見つけたってさ。あと一個かよ。真面目に探すか。ここで手柄をあげられたら、俺にも国王に取り入るチャンスあるかな。お、おい、ちょっと、あれ。ん？ウッドキューブを返せ。おいおい、何言っちゃってんだお嬢ちゃん。一体どこから入ったんだ。もしかして密航者か。となると処罰は厳しいぞ。最低10年は牢屋に入ってもらうか、もしくは俺とお茶するか、なんつって。22番てめえ何しやがる。待て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 、大丈夫、ちょっと油断しただけだ。ここは俺に任せてくれ。ったく、おしゃまな顔して随分晩から気取った嬢ちゃんじゃねえか。なあ、少し遊びが過ぎやしねえか。大丈夫か。ダメだ、死んでる。あの野郎、密航者がウッドキューブを狙ってるだと。後ろに回り込め、一網打尽にするぞ。皆さんお静かに。そう慌てることはありません。サボー、ここは私に任せてください。この状況、参謀なら何とかしてくれるはずだ。単身で乗り込み、ウッドキューブを狙う者、どこかの回し者と見て間違いないでしょう。しかしこのバカ力、調教していけば我が国の強力な武器になる。幸いにもここにウッドキューブが一つある。目的がこれならば、いい条件を提示すれば必ず願えるでしょう。これがあなたの欲しがっているウッドキューブです。どうでしょう、私と取引しませんか。あいたい。サボー、ダメだ、死んでる。まずいでキス。あの野郎、参謀までやっちまいやがった。てめえこの野郎、生きて帰れると思うなよこの野郎。てめえ、まずいでキス、まずいでキス。これは非常にまずいでキスよ。どうしたんだ学者。一体何がまずいでキスか。一体も何もないでキスよ。先ほどキャッツがくくりつけたウッドキューブ、それともう一つ別にすでに耳元についていた、それがもう一つのウッドキューブでっけす。キャツはウッドキューブを揃えちまったんでっけすよ。しかし揃ったところで、ヤツが古代兵器の呼び出し方を知らなければ。そうだ、まだ撃つ手は。シャラップでっけす。この魔界大辞典によれば、ウッドキューブを手にした者、そのもの自体が古代兵器としての力を持つと書いてあるでっけす。すなわち、ウッドキューブを手にした者、そのもの自体が古代兵器としての力を持つということでっけ。なんだって。もう一回言ってくれ。そうだ、もう一回言ってくれ。すなわち、言わんこっちゃないでっけす。キャツに関わったら、あちきらはおろか、世界が滅ぶでっけす。終わりだ、終わりだ、終わりだ。もたえるんだ。うろたえからは何も生まれん。かりそめにも。隊長、隊長、隊長。いいか、表面から戦っちまったらかりそめにもしまいだ。勝ち目はない。しかし、かりそめにも相手はたった一人、対して我々はこの人数だ。ならば、かりそめにも全員でウッドキューブを奪いに行けばいいまで。私が先陣を切る。つぐけよ。逆に構うな、行け。しかし、かりそめ野郎、そんなヤワに育てた覚えはないぞ。ダメだ、参謀がやられて隊長が動けない今、俺たちになすべはない。一人はみんなのために。みんなは一人のために。うわ！
お世話になって12年、その12年分の思い出をこんな形で、あんな化け物に、こんなところで、こんなところで終わってたまるか。顔を洗ってきます。